グラフ氏はグラフジャーナリズムを体現した雑誌の通称。写真を主体とした雑誌という定義で、単にグラフやグラフ雑誌という呼び方もされる。日本においては風俗画法を最初のグラフ紙とする説がある。初めて詩名に画法という語を用いた雑誌とも言われる。ライフに代表されるように、1930年代に世界各地でグラフ雑誌文化が盛り上がったと言われる。 報道写真を用いた構成は、1920年代にドイツの印刷物を中心に流行ったフォトルポルタージュがルーツであるという説がある。一方で、フロントのように構成主義を重んじたグラフ誌も登場した。第二次世界大戦中には各国でプロパガンダにも用いられた。写真を活かすため、A3 サイズのものや全ページにコート紙を用いた特徴のものもある。 テレビの登場、普及により、記録性はさておき、速報性と具体性のハンデからその需要が消えていったとも言われ、広告収入減少などにより著名詞も廃刊に至った。2000年に休刊した朝日グラフは、2011年3月11日の東日本大震災発生後の23日に、緊急復刊号を発行した。新聞社発行のグラフ詞は、 戦後の大きな災害事故ごとに臨時増看護を出してきたという歴史もあった。高校野球グラフは2013年現在も地方新聞社などが発行している。カバーアート。ありがとうございます。